どうも、とこちょです。というわけでですね、今回も9月に購入させていただいたオリパをね、1ヶ月ぐらい過ぎてからちょっと開けさせていただくというような状況になっております。本当に申し訳ございません。ですね、今回購入させていただいたのが、V'sのオリパさんの V'sエンシスボリューム1、1300円マイルドオリパでございます。イエーイ。で、1300円のものを10パック購入させていただきました。こちらの方開封させていただきます。でですね、当たり枠の情報を見ようと思ったんですけれども、もう本当に申し訳ございません。当時の情報がすでになくなっておりまして、なので、何が出るかお楽しみっていったところではあるんですけれども、ただ、V'sの演出が入ってます。それはもう確実なんで、演出の方を見ながらね、そちらの方、期待度が低いやつから順番に上げていこうかなと。思っております。あとまあ10パックしか買えてないんでね、ちょっと数的には少ないですけれども、まあお付き合いいただければと思います。さてと、おおしゃれ、やべえ、めっちゃおしゃれなパックに入ってる。よこせ、やばいね、ラスクとか出てきそうよいしょ、おお手紙入れですね、よいしょ、おパックがついてる、ミラクルツインだ、やった、よし、というわけでお手紙でございます。ご購入ありがとうございます。お客様はナンバー4でしたですね。やっぱ4番目だよな。初の V'sエンシスになりますので楽しんでください。ということで V'sの森さん、ありがとうございます。そうなんですよ、このオリパがね、19時から発売開始ですと聞きまして、私ね、その日ちょうど出張行ってたんですよ。で、出張先から帰ってくるときに、やっべ、もうこれ19時のタイミング、ちょうど車運転してるなと思って、案の定車運転してるところで19時になりまして、で、とりあえずちょっと路肩にこう安全にね、よーっと止めて、で、もうスマホをバッと取り出し、べーってね、買ったんですけど、19時1分だったんですよね。なんでね、もうあそこでな、出張がな、あの会議がもう少し短ければとかね思うところはあるんですけど、まあまあそんな話はどうでもいいや。そんなことよりもパックがついてますね。パックがついてるってことは、私これ先に開けないといけないやつですね。よし、というわけで、じゃあまずはミラクルツインから開けますね。はい、というわけでとりあえず爆死しときましたね。いつも通りですね。いいですね。ただミラクルツインはね、実はあんまり買ってないんですよ。なのでね、このデンチュラとか初めて見ました。かわいい、ちょっと淡い色ですね。なるほど、イラストレーターさんはユミさんでした。なるほど、ありがとうございます。というわけで爆死したんで履けますねよし、じゃあまずは演出の方見ていきましょうか。よいしょ、よし、ピッ、よいしょ、ほい、せーの、おいきなり 100%。え、開けるの1ヶ月待たせてごめん。マジか、めっちゃ可愛いし、しかも、うわやべえ、 100% だって、やべえやべえ。いや実はさ、もう V'sの森さんの開封結果をさ、私は見れなかったんですよ。何が当たるかをさ楽しみにしたいじゃないですか。先にこうね、これが当たりますよって、もうこれが当たりましたよってのがもう分かっちゃったらさ、あれでねえのかとかって思っちゃうじゃないですか。それをちょっと避けたくって、皆さんの開封結果まだ見てないんです。なので、よいしょ、いや 100% 何個入ってたんだろう。いやー、申し訳ねえな、マジで申し訳ねえな。よいしょ、あと怒涛の 20% ラッシュよいしょ、やばい、これ100%と 20% しか入ってないんじゃない。間のやつ見たいぞ、間のやつ、うわやべえ、間のやつがないかもしれない。ちょっと待って、集めたいぞ、演出集めたいぞ。よいしょ、あ、よかった、 50%。 よし、20、50、100、3パターンでいいかな、もう一つある。よいしょ、いやー、なんか4パターンぐらいあった気がするんだけどな、どうだったっけ。そうだよね、ブラッキーとエイフィーがいないもんね。うわー、うお、そうか、まあまあまあいいや。よし、 100% があるからこれ楽しみにしましょう。で、 50% もありますね。うお、やっぱりリーフィア可愛いな。おお、いいね、よいしょ、いいっすね、やべえっすね、もう演出見るだけですごいワクワクしちゃいますね。よし、というわけで頭がこっちか、よいしょ、よし、じゃあ 20% からいきますね。よいしょ、これいけるかな、こうですね、いきます、せーの、よいしょ、お、ジュナイパー GX の SR、 20% でこんなん出るの、マジで
そうなん、めっちゃ嬉しいんだが。へえ、ありがとうございます。やべえやべえ、すごいいいね。で、2つ目、よいしょ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 、いきます。せーの、よいしょ。お、カメックス GX の SR 来ました。いいっすね、普通に SR が入ってますね。よいしょ。で、SR か、ゼラオラとか欲しいけどな。あれ何パーなんだ。せーの、よいしょ。お、水君 GX、 いいですね。水タイプ揃いましたね。やっぱ水タイプの SR って見た目綺麗ですよね。もともと水ポケモンが結構水色ばっかり主体のやつが多いからかな。いきます。せーの、よいしょ。お、リーリエのピッピ人形の UR、 これは初だ。やーっべ、ありがとうございます。おお、かわいいですね。で、イラストレーターさんがちょっと特殊ですね、これ。初めて見るかもしれない。ピントを合わせてくれ。ね。スタジオ、ボラ、インクって書いてます。スタジオ、ボラだそうです。ボラで合ってんのかな。いきます。1、2、3、4、1、2、3、4、5。5パック目ですね。いきます。せーの、よいしょ。お、アーゴヨン GX、アーゴヨン、チャージアップのアーゴヨンですね。ありがとうございます。これも一時期高騰してたやつですよね。もう再販来たからそんなに値段は上がってない気がしますけど、どうかな。よいしょ。いきます。せーの、よいしょ。お、電樹木 GX の SSR が来ました。ありがとうございます。よいしょ。いや、全然。めっちゃいいじゃん。 20% ってなんだっけって感じですね。いきます。せーの、よいしょ。お、デシリザの SR が来ました。ありがとうございます。これは嬉しいぞ。へえ、かっちょよい、かっちょよい。に、よいしょ。で、最後、せーの、よいしょ。お、願い星のジラーチ、ありがとうございます。よーし、いいですね。もうこれでジラーチ4枚揃ったかな。ね。確かこの前までね、3つしかなかったんですよ。で、ただ、エスケープボードも3つしかなくてちょうど良かったんですけれども、これでエスケープボードがついに足りなくなりましたね。やばい。ボードに乗れないジラーチが1体。ジラーチっていつまで使えるんだったっけ？レギュレーションが B。B ですね。あと半年か1年ぐらいかな。よし。さあ、というわけで 50% と 100% がございます。まあ順当に 50% から開けるよね。さてと、楽しみだぞ。何が出るかな。いきます。せーの、よいしょ。お、フーパ GX の SR が来ました。ありがとうございます。結構迫力がありますね。こう拳を全部こっちに持ちかけてる感じですね。ありがとうございます。これお初かね。良いですね、良いですね。おお、ありがとうございます。そして 100% か。何だったっけ、大当たり枠。うーわ、マジで思い出すね。くっそー、怖え、ただただ怖え。何が来る、何が来ると思う。なんだろう。まあそうだな、前回あのアセララの演出があった時が確か一番上がテテフの SR でしたよね。だからなんかそれぐらいのレベルのやつが来るか、それかもっとぶち抜いてくるか。怖い。なんだろう、なんだろう。やっべ、当たり枠が見たい。いきます。せーの、よいしょ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 。マジか、ボシリで来ました。ありがとうございます。おー、嬉しいぞ、これは。うわー、やっぱ可愛いなー。いや、スタンウォッチとかどうでもいいよ。ただただボシリリエが可愛い。うわー、嬉しい、ありがとうございます。おー、いいねー。まああれですね、このガンバリーディエを全く引いてない状態で帽子リーディエが2つ来るっていう時点でもうなんか私はもう完全に帽子リーディエの人っていう感じになっちゃいましたね。
なってるのかどうかわからんが。よいしょ。ありがとうございます。じゃあちょっとしまいますね。やべえな、これ。ジラーチ以外全部、じゃあジラーチとアーゴニョン以外全部ロダじゃん。やべえな。入れるか。よいしょ。いいですね。めっちゃいいですね、これ。はい、というわけでですね、ちょっと全部ロダに入れようと思ったんだけれども、あまりにも時間がかかるんで、ちょっとこの2枚だけにしておきます。ごめんね。はい、というわけで、今回ですね、ブイズの森さんで、オリポをですね、10パック購入させていただきまして、そのうちの、8パックが 20% でした。そして、50% が1つと 100% が1つですね。といったところでした。で、そうですね、20% のところは、まあ、SR ですとか、SSR ですとか、UR ですとかが、まあ、はい、入ってまして、で、ただ持ってないやつが、ジュナイパー GX の SR、リーリエのピッピ人形の UR、レシリザの SR といったところでした。で、あとは、チャージアップのアーゴヨンとジラーチ、これはレア枠なんですけれども、まあ、数持ってて全然、問題ないやつっていう感じですね。といったところで、結構いい感じに当たってくれました。でそもそも1300円のもの、1300円のオリパーで、まあそうですね、SR が定番で出てきてくれてるんで、まあなんていうんですかね、負けてもそんなに大負けはしてないのかなと思っております。で、50% のところから出てきてくれたのがフーパ GX さんで、100% のところから出てきてくれたのがボーシリリエさんでした。ありがとうございます。帽子リーリエはね、多分、てかこのリーリエシリーズは多分スタンから落ちてもあんまりまだ値段下がんないんじゃないかなって私は思ってるんです。ていうか、あの一時的にやっぱ下がってると思うんですけれども、それが終わったらね、やっぱり、なんていうのかな、そのコレクター価格でちょっとは値段も戻ると思うんです。なんでそういう意味ではね、あの、今この時点で大幅な値下げをして、なんか皆さんこう手に入れてらっしゃるけれども、なんかあそこまで下がらなくてもいいんじゃないかなって思ってます。まあガンバリーリエ3万っていうのはもともと高すぎたからさ、それがなんか1万ぐらいに落ちてるっていうのはまあ全然、それはそれでいいんじゃねって思う。うん。あるべき姿に戻ったと思う。うん。それは1万ぐらいはするよ。うん。でも帽子リーリエはなんかまたちょっと値段戻るんじゃないかなと私は思ってたりします。はい。というところですね。はい、というわけで今回開封させていただきましたブイズの森さん、またね新しいオリパが出ておりますので、そちらの方ね、また購入していこうと思います。次回はちゃんとあんまりタスクをね溜め込まずに開いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上、特攻長でした。また次回の動画でお会いしましょう。またね。